おはようございます。おはようございます。はい。前回、はい、谷正樹さんのところに来てから、うん、これだけやってくださいっていうのをやってみて、はい、ちょっとその上達っぷりを見て、はい、次の目標達成に向けて、はい、どうしようかっていうのを見てくれると、はい、来ました。はい。はい、では谷さんよろしくお願いします。お願いします。紳士だよね、なんかそういうのちゃんとどうも、久しぶりです、こんにちは。こんにちは。ちゃんとマークしてくれて必ず入るときは。素晴らしい。あ、お久しぶりでございます。どうですか？はい、やってました。やってます。練習たくさんやった。あの、はい、例の前のお伝えしたこうテーマ、まあ、ドリルって小さい動きあったじゃないですか、はい、あれも、じゃあ、ちょこちょこ。あ、真面目なんですね。はい。ありがとうございます。5% 以下、消費税以下で切ってください。フォローで止めましょう。はい。はい、はい、もう一回いきましょう。で、下見てましょうか、ボールね。はい、OK。グリップの力を抜いたことによって、ヘッドの重さでパーンと勝手に走っていってくれるんです。だからこのヘッドの重さっていうのを少し利用していきたいな。はじめは2ヶ月ぐらいがこれをやって、その後に、まあ、4月か5月ぐらいからフィニッシュを行くみたいな感じの、ちょっとあの余裕を持っていた方がいい。はい。ありがとうございます。で、ちょっとその後どうなったのか、ちょっと一回確認させてもらって、はい、で、そこからちょっとあのお話を進めていきましょう。はい。ちょっと進めてください。素振りと玉打ちどっちが多かったですか？玉打ちの方がですか？素振り10回やって、気をつけてみます。おー、いい、真面目ですね。え、で、練習場でですか？練習場で。はい。あと9回。今日は打ってないですよね。はい、ありがとうございます。はい。で、前回はその小さいスイングで、いわゆる、まあ、やりましょうと。で、なぜそれをやらなきゃいけなかったかというと、あの石田の場合、その飛距離をもうちょっと出したい、それから安定させたい。はい、っていうのをひっくるめて、飛ばすために、じゃあグリップのプレッシャー抜いた方が 5% ぐらいしたのかな、うん、まあ、確か、はい、そうですね、ぐらい力を抜いて持った方が、ダウンスイングのためができますよと、うん、でためができて、そのいわゆるシャフトでこう弾くような動きで球が遠くに飛ばせますよっていうことで、じゃあ小さい、ね、動きの方がやりやすいんじゃないかってことでやってもらったと思います、はい、ちょっと前回と同じように線を引いて、さあどうなったか意外とちょっと上がっちゃってませんか、ね、はい、上がってます。上がってますよね。ちっちゃいスイング通ってもなんかやっぱ上がっちゃう。はい、結構上がってますね。もう普通のなんかフルトップっていうか、そうそう、普通のフルトップっていうか。うん、ちょっとできてきてますね。あの、完璧っていうわけじゃないけど、はい、でもかなり綺麗な角度で、全然できてますね。おお、ギリギリギリ角度切ってきたって感じ。でもね、あの、本当角度が前よりはちょっとできてきたかなっていう感じですよね。まあ、理想なのは、あの、その前にもお話したように、やっぱ90度前後で、プロゴルファーって大体85度から95度ぐらいの角度が大体多いんですけど、はい、まあ、あの、全然100度以内だったらいいのかなって、まあ、100度ぐらいなのかな、大体、はい、はいはい。で、インパクトしていった時に左足のももの前ぐらいでね、あの、手の位置がちょっとハンドファースト気味に打ててるというわけですけど、おお、これは完璧。おお、嬉
嬉しい。これはうまいですね。あの 手の位置がアドレスのあった地点、ちょっともう一回戻しますけど、はい、これで、うん、これ正しいね、アドレスを無視したとして、はい、インパクトの時にこのアドレスのポジションよりも、うん、こうハンドファースト気味にこう打ててるわけですよね、こういう感じで。でこれ今僕の8度の法則って言いましたけど、はい、この角度がだいたい8度ぐらいになってると前後ぐらいだといいなと。でこうやって見るとビビビビビビビ7度いいっすね、うまいうまい。ちょっと見づらいけど、はい、8度、すごいですよ。で、あと手がバーンって伸びていくといいです。ごめんあ、まあでもね、あのだいたい伸びてるかなって感じですかね、はい、もしいける悪くない悪くない、キレキレ、フォローもすごいキレになってますね。ちょっと今度後方もちょっと一緒に見てみましょう、うん、後方ね、ちょっとね、フェースが少し開き気味っていう感じだったんですけど、ちょっとシャット気味、ちょっとシャット感少しここ多いけど、でもこのぐらいやっちゃっても女性の場合いいかなと思います、うん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 、で切り返す時のフェースの面、いや私本当それが一番自分の中でだいぶ変わったなっていうのは、これいいですよね、ここね、こっち側に見えてるって、クラブフェースが見えてるって非常にいいと思います。前だって、なんか、どっち見てますか？ちょっと見ましょうか。見ましょう。これが、今ちょうど1月の21日、初回の時ですよね。はい、で、これ6月の今7日、うん、だから、なんだ、5ヶ月ぐらい前ですか、うん。で、ちょっと見ていくと、前は、上がっていって、この辺まで上がってきてると。で今は、まあ、この辺になりましたよと、うんうんうん、でダウンスイングでさっきの99度でしたっけぐらいの感じでこう来てましたよと、はい、でそれが同じ手の位置の時に、うん、ああ、なんかもう一個か、あですよね、なんかほどけてる、1個前、はい、こっちかですねぐらいかな、うん、で結構やっぱほどけてますよね、こういう見てみると、うん、こことちょっと正確じゃないですけどね、だいたいこのぐらいの角度だと思うんで 2,3 度ずれるかもしれないけど、うん、134度対、うん、よあここの位置で、この位置で20度ね、で1個前だとさっきの99度ぐらいでしょ、はいはい、同じ位置ぐらいの時にやっぱこんだけこう変わってきてるんで、もちろんここでね90度からどんどんこうやってほどけてって、うん、最後インパクトの時に、うん、左のこの前腕のポイントとシャフトが180度いわゆるぴったりまっすぐになってるのが、まあ、ジャストインパクトぴったりなわけですよ、うん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 、でこれがちょうど今できてるん で、うん、でそれがちょっとこうやっても分かります、前の戻り気味で違うね、違いますよね、あ、違う、なんかこう左サイドで打ててるのと、はい、ちょっと戻りながら右サイドで打ってるので、うんうんうん、でそこから先にパーンと手がもうちょっと伸びそうだけども、でもだいぶ伸びてきたかなと、はい、でそれちょっとこうね、ちょっとお洋服が少し長袖が分かりづらいかもしれないけど、若干曲がってる感じ、違うしゃくってる感じで、クラブヘッドの走り、そうさすが、だいぶ見る目が、はい、スイングを見る目までできてたっていうすごい、こうね、いいですね、走り具合がちょうどいい、うん、138度、それが前腕とかこういう感じでしょ、違う、この感じなんで、あ、こうかな、だいぶね、走ってる、だから飛距離どうですか、小さい感じで振ってるけど、はい、飛距離的には、うん、あんま変わんないですか、いや、あの特に、うん、あの短いアイアンですごい感じるんですよ、あのそこそ こう飛んできたっていう感じ、はい、で、球の高さとかもちょっと低くなってきてないですか、ね、あ、なってますなってます、はい、あ、いいんですね、いや、それがいいんですよ、あのちょっと高すぎちゃって、いわゆるあのロフトがこう寝るんで上に球が上がっていっちゃう、それから、当然フェースが開きやすかったんで、はいはい、あのバックスピン量の量が多いっていうのとサイドスピンもかかっていっちゃって、どっちかっていうとスライスの回転がすごいかかりすぎてたんで、はいはいはい、球がどんどん上にこう上がっていっちゃうんですよね、なるほど、はい、この軌道を見て、こっちが上がってきて、でトップですね、この位置ができてたって、さっきの話だけど、ベースが見えてますよと、シャフトよりも右側にこっち側に見えてるとですね、はいはいはい、で今までのやつ、5ヶ月前は上がってきて、
いやーって。いやもうここがもうなんか。もう開いてますよね。これが私でも結構コースもね。すごいもう不思議で。うん。これあの基準としては背骨に平行がいいって言われてるんですよ。でちょっと多めにね少しシャット気味ですけど、うんうん、まあでも開くよりはいいです、うん、女性の場合特に、うん、背骨に対してこう大体平行になるといいなと、うん、これ背骨に対してめっちゃ開いてる、こうやって開いてるって感じですよね、うん、で上がってきた時にトップでシャフトよりも右側にねヘッドがしつこい時に見えると、はい、でこれが上がっていった時にもうここでね左側に見えちゃったんですね、うん、でつまりフェースが相当オープン、大オープンっていう感じなん で、ね、でダウンスイングでちょっとシャット目からインパクトに向けて少しクラブがこうやってインサイド目から来ると、うん、でこうインサイドの 見方としての基準はこうインパクトプレーンですよ、こうインパクトしたところの線にこう合わせちゃう、それに対して見ていくとクラブがこの線よりもちょっとインサイド気味、ちょうど綺麗です、これ1個目ぐらいのインサイドから来てヒットして、でちょっとアウトに抜けていく、はい、いわゆるインサイドアウトが成立してる、でクラブフェースが変わらないっていうことは軽いドロー、ちょっとロフトも さっきのインパクトのようにちょっと前に出始めたんで、はい、低めに出てってインサイドアウトのドローボール系が成立してますよ。で今までのやつで見ていくとダウンスイングでフェースがかなり開いた状態、うん、で軌道自体はほぼほぼライン上かな、これでちょっと、これも少しインサイドが来てます、ちょっとインサイドから来てて、うんうん、で開きながら打って最後閉じるって感じだったんです。そうですね。で左肘がねすごい引けて、ちょっと引けてますよね、引けるのもめちゃめちゃ早い。でこれがお引けなくなってきたという、これはこっち出てますよね、うん、左を引けてたからっていう感じ。これ、頑張りましたね。こうやって分析しながら見るとすごい面白い ね。これでもいいじゃないですか、これあれじゃないですか、目標達成ね向かって、はい、あれ何7月あれ8月でしたっけ、ですけど実はつい最近また本当に4日前とかぐらいに、はい、出たんです。何ですか、お化け70代、はい、嘘、そうあ、すごい、すごい、すごくなんですか、いくついくつ、4036で、4036なんか15万本ぐらいで終わったとかじゃないですか、ね、最後までちゃんと回ってすごいじゃないですか、36、はい、36はうまいな。その日はアイアンの精度が本当にいいなと思って、ラグイトップとかそういうのも本当なくって、ちょっと方向間違っててもグリッカーもいいんで、はいはいはい、はい、なんか寄せもやりやすいし、なるほどなるほどなるほど、じゃあ、うん、じゃあボール自体もやっぱりこうそれなりにいいとこ方向に結構いったということですよね。でも76すごいですね。じゃあ終わっちゃったっす、ね、終わってないです、終わってないです、終わってないです。でもねちゃんとやっぱり、はい、僕もねどういうゴルフするのかって今度ぜひ一回見てみたいと思いますんで、はいはい、そこでね出たら本物ですよね、はい、でも76はすごいな。だって前半40で回って、はい、後半30代で出れば70代になるかもしれないっていう、はい、すごいねプレッシャーが、はい、なりますよね、はい、ご飯食べれたんですか、昼普通に生姜焼きをガッツリ生姜焼き一番体いいですからね、はい、なるほど、わかりました。じゃあとりあえず動きの中でそのスコアもすごく良くなったっていうこともあるかもしれないけど、はい、今これでだいぶ動作としてのいわゆるシャフトをこう使っていく作業っていうのが非常にうまく効率よくできてきたっていうふうに思います、はい、で、これからちょっとやっていただきたいのが、全体のスイングのこの絵を作っていくために、もちろん球打ちもそうなんですけれど、はい、どちらかというと今度は素振りでフィニッシュまでの絵をこう綺麗に作っていきたいなっていうところがあります、はい、で今現状で多分フィニッシュまでこうやって持っていくと今ハーフのイメージじゃないですか、はい、ハーフのイメージで球を打ちながらやっていくとまた前のスイングに戻る可能性がすっごく高いんですよ、はい、梅雨時の雨ぐらいの確率が高いです、はい、分かりました、分かります、分かります、ぐらいすごい高いんでとりあえず、フィニッシュまでの動作は一旦素振りシャドースイングの中での、スイング作りっていうのをちょっとやっていきたいなというふうに思います、はいはい、で今回はですねちょっとこんなアイテムがありますちょっと次から行きましょう。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。
7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なのでぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。